ジェイコブ、ようこそ。一緒にどう？この有益な協力関係に、そしてピカピカの新しいエンジンに。では仕事よ。ミルナーはテムズに逃げた。フェリーを守りながらね。彼にはそれしかない。おそらく命がけで守ってるな。今度はそれを奪ってほしいの。彼を始末して。今日一杯目のシャンパンじゃないな。成功はアルコールより人を酔わせるのよ、ミスターフライ。なら俺もそいつをいただこう。さて、スターリックの手下をおびき出すにはどうする？船が炎上でもすればいいか？さて、ミルナーの事業を沈めてやるか。あれを奪われてミスター・スターリックは激怒してた。当然の罰だ。
アタウェイの望みだ、スターリックじゃない。また結託しているわけだ。二人の間に入るべきじゃなかった。親族は結局団結するんだ。待て、親族だと？そろそろパールと本当の話をしないとな。私が騎士団の一員だと知っていて殺しに来たと思ったの。彼が計画を暴露した時のおかしさと言ったら、アサシンがテンプル騎士の大義に力を貸す。苦い顔しすぎよ。エンジンは戻ってくるわ。車両は新たな動力を得て大金を運ぶ。エンジンを工場に戻すのに適切な輸送手段を整える。間違いが起こらないよう君にはウォータールーにいてもらいたい。もちろん、H の父のお導きを。京都将来のあらゆる試みに。ウォータールー駅か。どうも赤目。またか、強く押してみろ。Thank you.